だから別にそういうのいいじゃないですか。2番ピッチャー中島。あ、俺なの。あの2番バッターっていうのは中島。あ、これ、うん、ご存知ないですか。あれ、はい、ね、中島じゃないんですか。中村なんですけど、はい、まあちょっとね、ある女流プロに半日収録を引っ越しさせていただいて、はいはい、一番最後に、あれ中島くんだっけって言われて、そっから中島が出てきた。あ、だから中島まあ清水香織さんなんですけど、ね、いや今やこの番組見てる人は本当に中島だと思ってる可能性はあります。ありますね。まあ2番バッターといえば普通はまあ送りバントとか、うんうん、ちょっとね、あんまり球をな、あんまりなんていうんですか、もういきます、はい、全然しゃべれ全然ピラー全然回って回ってないんだ。いらないかったじゃん。めっちゃ聞くつもりだったよ、我々は。珍しく頑張ってる。頑張る。2番バッターの講釈から始まった。全然たどり着いてないから。いや、行きやすだった。どっち1番バッターだよ、それ。とりあえずね、2番バッターなんだけど、僕はもう球投げますよ、もうここで。行きます。球投げる。投げます。最近、麻雀くすぶってますよね。くすぶってますよね。会議おかしくない？クスクスぶってますよね。じゃじゃじゃん。っていうことなんですけど、これちょっとあまりみんな聞きにくい質問だと思うんですけど、まあ前期 A2 リーグから B1 に降級して、はい、しかも女流王家も A リーグから。なんか嬉しそうな顔してる。ね、嬉しそうな顔してる。いやいや、まあ、ちょっとね、すいません、今ちょっとトントン拍子来てるんで、はい、今は、自分で。ああ、はい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 。まあ、特徴リーグも優勝して、まあ、B2 リーグ独走中の僕が言うのもなんですけど、まあ、なんですけど、まあ、A リーグから B リーグに落ちたと。うん、まあ、これはなんか、ちょっと自分に、なんていうんですか、麻雀変わったのかなと思って、自分で。ああ。そう、なんか変えてそうなったのか、それともただ単に調子悪いのか、うん、悪くてそうなったのかっていうところをちょっと聞きたいなと思いまして、その辺のところ。麻雀自体はそんなに変えてるつもりはないんですけれども、はい、変わりましたかね。いや、わかんないです。それはヒロさんの方が多分詳しいと思うんで。変わってますか。まあ、自分の勝手な意見を言わし、うん、まあ、結構自分はタイプ的には黒沢さんみたいな麻雀好きなんですよ。まあ、攻撃的な感じの打点が高い人が好きなので、はい、手数が多いよりも、はい、あの高打点派が好きなんで、うんうんうん、好きなタイプなんですけど、まあ、自分がまあ解説したりして見てるときはなんかやっぱ仕掛けが多すぎるかな、 なんか昔より我慢が効かなくなったり、昔はなんか上がれないかもしれないけど、はい、これ食わないで、あ、例えば本一やってても、まあ、2枚目のファンパイとか別で、はい、あ、この地位点取らないで、まあ3球とか5人の地位点取らないで、うん、羽も上がっちゃうんだみたいな、なんか最近そういうのがなんか普通っぽくなったなっていう、うん、その、まあ、どっちがいい悪いはある。上手くなっちゃったんですかね。うん、もあるし、それが焦りな、まあ、こっちから見てると、まあ、自分はそう、自分はダメな時によく仕掛けちゃうんで、うん、焦ってるのかなっていうふうに勝手には思っちゃうんだけど、うん、なんかその展望欲しいっていう気持ちの方に向けて、あ、自分では意識しないけど、ね、自然にそうなっちゃってるかもしれない。こっちから見たら、ああ、見たらそうかもしれないってことなんですね、多分。ただ変わったとは思わないけど、うん、なんかそういうバランスが微妙に。そうですね。なんかマージャン変えないだろう、ね、やっぱりそういうところがダメなところだと思うんですけれども、うん、その時のこう心理状態みたいので、うん、結構私ってやっぱりブレてしまうと思うんですよね、マージャンが。まあ、結構みんなそんなとこはある、うん、そうですね。むしろそれはこう無感情で、うん、それを込みにしないでできる人っていないと思うんですよ。ああ、まあ中島は確かにそうですね。マシンですね。まあそんなことないですけど、まあ中島はあんまり人の感情がないんで、まず元々だから今日も注目したことに限って悪いとは大して思ってない。思ってない普通の一般的よりは。ちょっとずれた人なんで、うん、そういった意味ではその対局に臨む中で何かこう精神的にブレるようなことが あったんですか。あ、プライベート、例えば姿勢がプライベートにおいて何かあったとか、ただもう逆に、あ、それ、え、これ、ああ、例えばね、これと別れたとかね、まあ、そういうの一般的にあるやつじゃないですか。どうですか、まあ、今でこそ言いますけど、うん、これとのトラブル、はい、これとのトラブルの後っていうのはが麻雀に影響することはありますか。ありますね。ある。やっぱそうですね。
関係ないですか全然。あることあるんじゃない、さすがに別れた人が喧嘩した、うん、めっちゃ喧嘩した日とかはやっぱ集中力が下がる気もするし、テンションも上がりきらないし、まあ、テンション上がんないですよね。なんかこうあのこれとかそういう意味じゃないですけれども、うん、結構一つの何かこう気になったりすることがあると結構そのことばっかり考えちゃうところがあるんですよ。仕事だったりしてもそうですし、麻雀のこと以外でもそうですし、あとまあ今ヒロさんが言ったようにミスをしたとかを次の曲に完全にこう切り替えるとかっていうのが結構私苦手なので、だから僕の勝手な解釈見解だと黒沢さんっていいこと続きはめちゃくちゃ強いんですよ。ああなるほど。あのとにかくだからその 前回を振り返る上でいいことは前向きに捉えることがすごい上手にできる人、うんうん、じゃあただ一度ちょっとこういうふうに下降線歯車が狂い始めると前後が悪いから少しこう消極的になったかもしれないですね。思い切りが少し欠けるところがあるなっていう印象は。そうですよね。なんかそういうのオカルトなんですかね、信じちゃうというか。いやそれは人間って当たり前の生き物ですから、それを無にできるのは感じない人間。えそうだって前の曲になんかすげえ悪いことあったなっつってもそれは別物でしょ。まあまあえ嘘じゃないですか。前の収録もちょっと遅刻したから今日は30分いや1時間早く来ようかなとかって思わないでしょ。ないでしょ今日は。今日それはないでしょ。今日は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 謝れ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 って言ったら謝る普通に入ってくるからチリースつって。なるほど。そういった、私生活やまあ、とそしてさらに、まあ、麻雀中で起こった悪いこともちょっと引っ張っちゃって、ね、さっきヒロさんが言った通り、ね、なんか焦りに身にも感じるような仕掛けが多くなっちゃってたりするんですか。うそうかもしれないです、うん、なんか仕掛けがやっぱり私あまり上手じゃないので、あのうち母が結構私の対局全部見てるんですよ。麻雀できないんですけど、麻雀できないんですけど見てて、私はあの泣いてる時は弱いから今日は泣いちゃダメだよとかって朝送り出されたりして、すごいね。いやすごいいいお母さんですね。あんまりわからないけど見てて、うん、よくわかってないんですけれど、あなたこっちに灰がある時ダメよっていうことで、なんかもうそういう感じ、なんとなく感じてるわけですね、うん、そういう。勝ってる時は違うじゃんみたいな。そうそうそう、勝ってる時はいつもあなた長いけど灰がって、うん、そういう感じ、そういう感じ、あと横向いてるけどみたいな、うん、そう横向いてるなるほどね。そうなんですよね。リーチしてるってことですね。そうだから泣かずに薬杯とかも落としてって面前で仕上げてリーチしてっていう多分時は強いと思うの で多分そうやってなんていうのかな、一歩外れたところから見た視線って、うん、多分すごい的確なことだと思うんですよ ね、こうご自身のことや、まあ、例えば一緒に打ってる人ってこうやっぱり自分の感情だとか、うん、相手に対してはライバル意識だとかポイントがとかっていう目で見ちゃいますけど、はいはい、一歩引いてる人って多分かなり麻雀知らなくても冷静な目で見れてると思うんで、うん、そう逆に知らないからね、見えてるものってなんか正しいですよね。そうですね、そう思いますね、うんうん、ああセレブのお母さんが言ってくれてるわけですね。そう、まあ、やはりお母さんもセレブと先、うん、あなたダメよ泣いちゃってこういう感じなんですね。泣いちゃダメよって言われますね。うん、で、まあ、どうなんですか、なんかその復活の兆しは。そうですね、最近意外といい、うん、でも相当打ち込まれてるらしいですよ麻雀は。あ、そうなんですか。普段あ仕事以外でプライベートでもびっくりしましたけど、はい、プライベートフリー麻雀座ったらもう帰らないらしいですから、ね、あいやそれ昔は聞きましたけど今でもそうなんですか。いや今年入ってまた結構休みの日は一人で打ちに行くことが多い、はいはい、あそうなんですね、はい、びっくりしたよね。リーグ戦の後ってあの僕ら結構打たないじゃないですか普通、うん、疲れてきた疲れて、うんうん、その後でも打つぐらいの体力があるっていうのが聞いたことあります。いやなんかもう悔しかったりとかすると大体打ちに行きます、うん、っていうか女性超多いですね。魚谷もそうだし中田さんもそうだし、あのストレス溜まるんだろうねその対局自体が。だから女性の方がストレス溜まりやすいのかもしれないね、まあ、そう男性はあんまり負けてもそのストレスって意味はあんまないですもんね。ストレス発散の仕方が違うかもしれないですよ。まあ単純にそう。例えばそれ麻雀やってストレス溜まったから麻雀で発散するのか、うん、麻雀やってストレス溜まったから酒飲んで発散するのか、歌って発散するのかっていう、まあ発散の仕方が女性と男性で違うのかもしれないんですけど、
でもやっぱ若い頃はちょっとそうだったけどマージャン負けてマージャン入り戦終わった後、勝間さんと滝沢と三馬水なんかありますよね、やっぱりね。今はもうちょっとそれはちょっとこっちの方にこっちばっかっっさあ、ということで、はい、ございまして、くすぶってますよね。わっ、丸かバツか、丸かバツだったら本人の力は くすぶってました。あ、マジか、パドケ、あ、いいっすね、そういう回答いいっすね、確かに。なるほど、今期から違うぞと。そうですね、なんかちょっと、今やってる、なんていうんですかね、大会でもこの間優勝したんですよ、私。あ、してましたね、はい、何年ですか、何だと思います、3クイーンカップ、あ、見ました、3グループの、あれですね、超高座者ありと、はい、その時も、出かける前にいないとダメだって言われて危ない危ない危ないって言って、もう風呂率ゼロにしたらどうですか。ありですね、それも、ってことは、リーグ戦とかも結構今好調でっていうこと、なんかムカつくなダメじゃないよね、今僕は右打ちしてって言ったんですよ。だから黒沢さんの方から森山会長の方に言っていただいて、はい、体消すような除名です、除名力使うしかないですからね、力はまあ一本でいくしかないんで、セクハラされました、セクハラ首にしてください、はい、ということで前半戦2つ終わりました。1つ目が、セレブの女は、まあ、ご自身で罰と、はい、そしてくすぶってますよね、くすぶってましたと、ということで、まあ、ここまで2つ、はい、噂迫ってみました。残り後半戦まだ3つあるわけなんですが、ここまでまだ正直軽い、2本目軽かったんですか、うん、そういう意味では、うん、エンジンかかってきたんじゃないですか。そうですね、いやもう、大丈夫ですね、このままこういかないですよね、いきますよ、いきますよ、お手柔らかに、番組って必ずそうじゃないですか後半に行くにつれてしぼんでいくわけないですよね。もうここからは広さん視聴者の方が若いのが残ってるから、まあ、残ってる、一番若いの残ってますよ、訪問ですから、若いのは失うもんないんで、もう除名になったっていいと思ってるんだよ。うちらはやっぱ守るものがある、そう、まあ、ちょっとずつ僕も ね、守るものも出てきちゃったんで、僕らもね、ありますからね、はい、ということで前半戦このあたりでお別れしたいと思います。後半戦も楽しみに、さよなら。